メジャーリーグで二刀流として活躍する大谷選手。今年開催された WBC でも、投手と打者の両方で活躍し、大会 MVP にも輝きました。投手では豪速球、打者では特大なホームランを放つなどパワー溢れる大谷選手は、身長193センチ、体重95キロという日本人離れした圧倒的体格を持っており、ネットでは、ポケモンのキャラクター、 ダブリアスと身長体重がほぼ同じということでも話題になりました。一体大谷選手は、どんな食生活を経て、このパーフェクトボディを手に入れたのでしょうか。その実態は、WBC メンバーが、人生つまんなくね、と呆れるほどストイックなものでした。この動画で詳しく見ていきましょう。まずは大谷選手の少年時代から振り返っていきます。小さい頃の大谷選手は、 小食だったという話があります大谷選手のお母さんは、このように話していました。もともと食事に興味がなく、中学生までは出された夕食に少し箸をつける程度だった。しかし大谷選手のお母さんは、食べることに関して、無理強いはしなかったらしく、楽しく、をモットーに食事をさせていました。そんなお母さんの配慮もあって、大谷選手の食べる量は自然に増えていったといいます。 さらに、牛乳は毎日1リットル飲むという習慣があったらしく、小学6年生時に167センチと、同級生たちより一回りほど大きかった身長は、中学卒業時には187センチメートルに、中学3年間だけで20センチも伸びたというのです。大谷選手は中学卒業後、岩手県の野球の名門、花巻東高校に進学。当時 身長は187センチありましたが、体重は65キロ。かなり細身の体型でした。そんな細身の大谷選手を待ち受けていたのが、花巻東高校野球部の寮が決めていた、朝晩合わせて1日丼10杯のご飯を食べるというルール。かなりのハードルですが、ストイックな大谷選手はそれだけにとどまらず、プラス3杯という目標を掲げていました。 つまり、一日13倍のご飯を食べていたということになります。さらに、大谷選手の素材の良さを見込んだ、花巻東高校野球部の佐々木監督は大谷選手の体をよりがっちりさせるために、他の選手が残していた食べ物も食べさせていたといいます。佐々木博史監督が、大谷も菊池ブルージェイズ所属も高校3年間で、食べて20キロ増やしたと語っているように、 大谷選手の高校卒業時の体重は85キロ。かなりの増量に成功しました。大谷選手が高校時代に160キロを計測できたのは、寮生活での徹底的な食事トレーニングがあったおかげなのかもしれません。プロ野球の日本ハムファイターズに入団した後も大谷選手は自身の体型を強化することをやめませんでした。今年の侍ジャパンのヘッドコーチを務めていた白井和幸氏は、 当時の大谷選手の食事についてこう語っていました。当時はタンパク質ということもそうですけど、とにかく量を食べていましたね。よく、ステーキや焼肉を食べに行っていたんですけど、白井さん、そろそろお肉、お願いします、なんてね、そんなおねだりをされたこともあります。また大谷選手は日ハム時代の2016年から、1日6から7回は食事をとることを目標にしていました。これは日本ハムの先輩であり、 すでにメジャーリーグで活躍していたダルビッシュ有投手の食事の回数を増やすというアドバイスを受けてのことだったといいます。その回もあってか大谷選手は力強い体を手に入れ、その2016年シーズンに日本プロ野球史上初となる投手と指名打者の両部門でベストナインを受賞、投手として日本人最速記録となる165キロを計測、チームを日本一に導き、飛躍の年となりました。 そんな大谷選手ですが、実は甘いものが大好きという一面があったそう。当時のインタビューでは、甘いものが好きなので食べるときは食べます。今は食べた後にトータル麺で調整しますが、と回答していました。甘いものを食べるときも自身の体型を気にしており、洋菓子とか油が多いので、和菓子を食べていますと、団子やあんこなど油が少ないスイーツで甘いものを食べたいという欲を満たしていたそうです。 ちなみに日本ハム時代は、ベンチの中で、明治聖火のグミ、ポイフルを食べていた様子が、たびたび目撃されていました。日本ハム時代も、食事トレーニングの意識が高かった大谷選手ですが、2018年のメジャー移籍後は、さらに拍車がかかります。大谷選手は、管理栄養士の大前恵さんから、栄養管理レクチャーや調理指導を受け、徹底的な自炊に挑戦していたといいます。 大谷選手はアメリカ生活の食事に関して、朝と昼はクラブハウスのビュッフェ、夜は専属栄養士のアドバイスを参考にしながら自炊が基本。調味料をあまり使わない素材中心のシンプルなものを食べているとインタビューで語っていました。さらに2019年には、2009年から10年間、J リーグチームのヴィッセル神戸の寮母をしていたスポーツ料理研究家の村野明子さんが、大谷選手の周期キャンプに同行。 バランスの取れたメニューの提案や調理指導などを行い、大谷選手の自炊力をさらに強化しました。その際、大谷選手がオムライスの作り方をリクエストしてきたようで村野さんは、簡単ですよ。料理なんて簡単に作ればいいですよ、と手間のかからないオムライスの作り方を伝授。教えてもらったことを見事に実践した大谷選手は、 今ではナイフを入れるとふわとろ卵が開く、タンポポオムライスが得意料理になっているそうなんです。そんな自炊好きの大谷選手ですが、アメリカでのお気に入り外食もあるよう、その一つが、西海岸を中心に300店舗以上のチェーン店を展開するハンバーガー店、インアウト。2021年にオールスターに出場した際、報道陣に、好きなアメリカンフードはと問われると大谷選手は、 インアンドアウトと即答しました。大谷選手は、インアンドアウトの中で、パテもチーズも2杯のダブルダブルハンバーガーがお気に入りのようです。大谷選手のもう一つのお気に入り店が、エンゼルスの本拠地ロサンゼルスからほど近い、寿司店、寿司どころ、こと。この店のオーナーシェフ、松木は、通訳の水原一平さんからある日、エンゼルスの球場に出前をしてくれないかと言われたと語っています。大谷選手は特に、 アナゴ丼がお気に入りだったとのこと。また、松木シェフは、投げない日、投げる日で試合の何時間前、という風に指定されて、持って行きましたと大谷選手が食事をとるタイミングに関してもこだわっていたことをインタビューで明かしていました。そんな大谷選手の食生活に関して、WBC で共に戦ったメンバーも関心を示していました。中日の高橋博人投手は、 大谷選手と食事会場でよく一緒になる場面があったんですけど、大谷さん、すごく卵を食べてた。ゆで卵を食べていましたね。毎回3つは食べているような、タンパク質を取るっていうところを、すごく気にされていたと思いますね、と話していました。巨人の大成投手も、おいしいものを食べるのではなくて、自分のためになるようなものを食べているなというのを、すごい感じたと大谷選手の食事に感銘を受けたことを明かしています。 さらに話題となったのが、大谷選手とソフトバンク近藤選手のやりとり。侍ジャパンメンバーで、好きなパスタについて話していた際、近藤選手は、ツナ缶にケチャップをかけて、肉を焼いてパスタにかけるのが好きとこだわりの食べ方を紹介。すると大谷選手は、俺はしようと一言。それを聞いた近藤選手が、それ人生つまんなくね、美味しくないじゃんと突っ込むと大谷選手は、美味しいと返していたと言います。 そんな会話の内容が記事に出ると、ネットでは、これ半分修行層だろ。せめて綱くらいのせよう。やっぱり悲しき野球マシーンじゃないか。ボディービルダーかな。クリロナも似た食事だったし世界一目指すとこんなのになるんだななどと、驚愕コメントが続出していました。大谷選手のパーフェクトボディはストイックすぎる食生活の上に成り立っていることがわかりました。今後も、 海外で活躍する日本人選手の情報をお届けする予定なので、取り上げて欲しい選手やニュースがあればコメント欄で教えてくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。